今年も各局に新人アナウンサーが入社したが、その中でも注目度と期待度が高いのがフジテレビだ。ミスケオ2016ファイナリストで元タレントの渡辺渚アナとミスソフィア、上智コンテスト2018グランプリの佐久間南アナの2人が入社。まだ本格的なデビューは飾っていないものの、フジテレビ局員曰く、2人とも間違いなく売れると太鼓判を押す。渡辺渚アナは、カトパンこと加藤綾子アナに憧れ、バラエティを志望しているという。彼女の特技はスナック菓子の早食いなんですが、採用試験の面接でジャケットの背中にスナック菓子をこっそり仕込み、突然それを披露したんだとか、かっこ笑い。メンタルが強くないと、そんなことなかなかできないですよね。前室、局員。佐久間南アナは、中学、高校とアメリカに4年住んでいた帰国子女。ハキハキしていて、行動力のあるタイプ。おそらく報道を中心に仕事をしていくんじゃないでしょうか。ちなみに、家庭的な一面もあって、趣味は煮卵を作ること。1日1個食べるのが日課になっているみたいですよ。別のフジテレビ局員。こうした話を聞く限り、渡辺渚アナは、ポスト、山崎祐樹アナ、佐久間南アナは、ポスト、三田ゆりかアナと言えるだろう。新型コロナウイルスの影響もあり、本格的なデビューは少し先になりそうだが、将来の看板アナ候補であることは間違いなさそうだ。